ディケのピピマネー、ディケのケコッパです。ディケのプルです。はい、ということで今日はなんと話題の MBTI16 種類別のそれぞれの好きなところを募集しました。イエーイ。前回こちらの動画で結構 MBTI については詳しく話してるので、あれ楽しかったよね。うちが MBTI に目覚めた日ね。そうだよね。そう、ただなんかあんまいまいち MBTI に関してよく分かってないよって人だったりとか、興味関心がない人は一回その動画を見てからね、この動画をぜひ見ていただきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、それぞれの好きなところを今回集めました、はい、ちょっと偏り多くないですか。多いものは多いし、少ないものは少ないしっていう。マジで少ない。うち真面目すぎて見てまとめてきた。すごすごっ。4,5 出来じゃない？4,5 出来。まず INTJ 建築家。 INTJ は賢くて頭がいいイメージ。おお、こんなん言われないんですけど。物事を結構ちゃんと考えて話してくれるタイプなのかな。根本がすごいしっかりしてて現実的な人なんじゃない。だからまあリーダーシップとかもいるのかな、もしかしたら、うんうんうん、仲いい人の前ではめちゃくちゃ喋るから仲良くなったら優越感に浸れる。だからちょっとレアキャラっていうのかな。あ、すごいなんか普通の人ではない感じだから仲良くなったらシュッ、心開いたらめっちゃ話せるみたいな、うん、メンタルめっちゃ強いのかな、もしかしたら。お、え、確かにね、そうかも、うん、ツンデレド S、ってありました。女の子でもかっこよさそうだね、なんか。え、てかめっちゃモテんじゃん。結構クールな感じな気するわ、じゃあ。あ、確かに。真面目で心開くまであんまり喋らなくてちょっとツンデレ要素もあってみたいな。でも仲良くなったらちょうどいい。そう、嘘って本当に死ぬほど面白いっていうのもあったから、狭く深い関係を望んでる人が多いらしいですね。どんなに嫌なことを言われても無限にニコニコできるらしい。そもそもに MBTI はよく分からないというか1ミリも興味がないとかも、ほら、まあ、そういうとこだよね。なんかちょっとね、いい、うん、一目置いてる感じ、うんうんうん、クールですね。クールじゃん。いいね。結構じゃあモテそう。男の子とかだったらめっちゃモテんじゃん。いい、ね、うん、モテると思う。はい、じゃあ続いて INTP 論理学者さん。 INTP はちょっとそっけなくて怖い時あるけど自分の世界観持ってて好きです。妄想とかが好きっていう風にも書いてありますね。うーん、あ、そうなんだ、うん、INTP はいい意味で情が入ってなくて冷静に対応してくれる。アホみたいにこう慌て出したらさ、大丈夫で、うん、大丈夫で、一回落ち着こうっていうタイプなんじゃない。めっちゃいいじゃん。欲しい、こういう子。親身に相談に乗ってくれるって書いてある。うーん、気に入りの場所がベッドらしいよ。え、かわいい。発言がほんまに面白いって書いてある。面白いんだ。常に猫をかぶってる。一人行動するのが好きだけど一人だと寂しくなるらしい。異性だとマジで沼る。駆け引きうまい。いや、これもモテるんだなって思った今見てて。いや、モテるんだと思う。無口かと思いきやめっちゃ知識持ってるって書いてある。あ、そうなんだ、うん、へえ。だから一見初対面では結構近づきにくいって思われがちだけど仲良くなったらめっちゃ話せるタイプなんじゃない。え、めっちゃいいやんそれ。続いて ENTJ 指揮官。 ENTJ はメリハリがちゃんとついてるし親身になって話を聞いてくれる。うん、みんなでいる時はいつも中心で明るいけど二人きりの時だけデレデレなところかわいいが好きですという。モテそう、うん、周り見えてて何でもできるから尊敬でしかない。うーん、リアキッスは。え、うちも似てんの。面倒見てくれる。で、社交的なんじゃん、めっちゃ。ママじゃん、ね、面倒見がいいんだ。貢ぎ癖があるらしい。え、逆にね。だからもう母性に溢れすぎてるんじゃない。だから嫉妬心とかもちょっと強い。そうなんだ。付き合ったら超出来合いしてくれるんじゃん、うんうんうん、自分のこと。浮気とかしなさそう。あと友達のこととかもめっちゃ大事にしてくれる。よし、そう。ENTP です。はい、ENTP 元私。あ、元私。一番最初に診断した時 ENTP だった。え、これね、ちょっとユーピっぽいの見つけたんだよ。めっちゃユーピなんだけど。うん、いいよいいよ。いい？先言っていいじゃん、はい、何考えてるか分かんない時あるけどめっちゃ予定決めてくれる。もうユーピ。確かに旅行とかね。うん、あともう一個いいですか。いつもひどいこと言うけど文句言わずに悩みをただ単に聞いてくれる。クソほど沼る。クソほど沼る。いや、なんかね、普通に今でも当てはまるよ。うん、だからもう気質は全然あるんじゃない。もともと通ってきた道だし。沼はないけど。僕が募集したのは ENTP の人は言いたいことはズバッと言ってくれるから、うん、気使わなくていいのが好きですとか、うん、奇想天外の発想が面白い、一緒にいると元気が出ます。なんか結構面白くてハキハキ言ってでも根は優しいみたいな感じが多くない？うん、普段辛辣で毒舌だけどふとした甘えが可愛い。へー、
みんなにない才能を持っていて自己肯定感が高い。あ、笑いに全振りしてくれるとか確かに、もうあんただよ、エンタメに走っちゃうよね、うん、紫ってもうクールなのかもね。今のところ全部紫なんですけど、これ。あ、そうなんだ、はい、で紫の人好き。INFJ、 INFJ 提唱者、はい、INFJ はとにかく優しい、うん、うん、ね、何でも肯定してくれるから話してて気分がいいし、相槌上手って感じがして本当に好きです、うん、考えすぎたり心配性なところが多いけど、その分人の気持ちに寄り添える。うんうん、書いてあった気持ちの理解度が高いって。そうそうそう、仏やん。多分仏なんだと思う。 INFJ さん、共感力の鬼、やりたいこと全肯定してくれる、うんうん、友達は私のことを全てに共感してくれるので好きです。そばにいてくれたらもう超気持ちいいさ。超気持ちいい、毎日送れるね、うんうん、自分がまあでもすごい人間になってしまう可能性はあるよね確かにそれは。その人とずっと一緒にいたら、うん、ヤバ人製造機かもしれないですね、ちょっと。いやもうね、でしかもめっちゃ溜め込みそう。そう、超ストレス抱えそう、うん、いつか爆発するタイプ、ね、INFP、 慣れて仲良くなればめっちゃボケるし突っ込んでくれるとこが好きです。あ、ノリがいいとかね。あと居心地が良すぎます。絶対チクチク言葉とかヒヤッとするような発言しないから、一緒にグループにいると安心できる存在。めっちゃいいよそれ。3人グループでも INFP がいれば気まずくならない。うわー、だからみんな一人の子がいたら一緒に行こうとか、うん、優しいんじゃない。うん、秘密主義ちゃんと約束守る。だから相談相手でめっちゃいいんじゃない。確かに寄り添ってくれるしね、うん、大人数だと静かなのに2人だとおしゃべりで可愛い。もう親友になるやつやん。可愛い要素もあります。モテるね。モテるよ。友達にも恋愛でもモテそう。うん、いいな。続いて ENFJ、 主人公です。 ENFJ は周りを見れるし一緒に騒げるし最高です。空気も読めるタイプ。共感してくれるときはしてくれて、ダメなことはダメって教えてくれるところ、本当に大好き。感情豊かで見てて楽しい。うん、モテるって書いてある。奇数の時一人を作らない。うん、周り見れるタイプだ。ENFP、 行動運動家。これはね、人気者多いと思いますよ。結構いろいろいるよね、うん、人気者。 ENFP の人周りに多いです、うん、多い。私も多い。圧倒的コミュ力とか、うん、コミュ力、超ゲラーとか、生粋の人たらしで沼いるだけで死ぬほど面白いって書いてある、まあ、コミュ障な私にたくさん話振ってくれる。一生喋ってくる。あいつらいいやつすぎて保護したい。ずっとテンションが高い。本当に高い。あ、私も辛くなったら会うの、この運動家の子にマジ元気出る、うん、すごい。 ISTJ、管理者。 ISTJ の子はさりげない会話を覚えててくれて、約束を守ってくれる。愛情表現が苦手なのにたまに伝えてくれて好きです。いや、そういう系、深く、狭く深く大事にしてくれる。やば、めっちゃいい人じゃん。絶対彼氏にした方がいい話の構成が上手でシンプルに話が面白い。あと真面目そうに見えて要領よくサボってるから好き。うわー、これの男もめっちゃいいかもね。そう、 ISTJ の男も沼かもしれないね。気が利くし裏表ない。めっちゃいいやん。いいやん。どこどこ楽しませようと頑張ってくれる。どこ、かわいい、かわいいの、かわいい。めちゃくちゃ大事にしてくれるんでしょ。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。どこおる。みんなもコメント欄で教えてほしい、自分か何か。 ISFJ、 擁護者。 ISFJ は相手を思いやる気持ちがあって素敵です。寄り添い方が半端なく優しい。あ、優しくてたくさん共感してくれるから大好き。でもちゃんと意見持ってるから信頼もできる。うん、とにかく温厚な性格っていう風に言われてる MBTI らしくて、優しい、完璧主義だし優しいのに穏やか。 ESTJ、 幹部。 ESTJ の方は時間厳守してくれる。お、計画立てて行動するから旅行が楽しいです。おお、めちゃくちゃ約束守る。うん、あとメンタルが強いらしい。人をまとめるのがうまいって、もうリーダーシップになってるね。仕事的味方だと心強い。うわ、仕事の人パートナーとかだとめっちゃいいんじゃない。うんうんうん、だってそれでメンタルも強いんでしょ、うん、で約束めっちゃ守るんでしょ、うん、最高やん。でリーダーシップあるでしょ。やばい、側近になってほしいなんかグループのさリーダーとかに多そう。うん、いてほしいよ ね、 ね、うん、ESFJ、 領事館。カッパ。はい、ENFJ、 ありえないほど誰にでも優しいし相手のことをすごい考えてくれて好きです。もう好き。個人的にお母さんみたいな感じで安心するし一緒にいて楽しい。ねえ、ちょっとやだな、気持ちいいあ、気持ちいいじゃあもっともっともっと気持
チアリーダー。じゃあ気遣いがめっちゃできて心地いい。とにかく器でかい。本当に優しくて面白くて大好き。あ、気持ちいい。自分より周り明るいから話しやすい。お世話してくれるし人思いなところが大好き。なんか話し方から優しいの伝わる。心広い、受け止めてくれるから好き。縁の下の力持ち&行事サプライズガチ勢。はい、ガチ勢です、サプライズ。でも優柔不断らしいね。うわぁ、まあまあ EFG 多かったよ。あと依存体質っていう風な口調が書いてありますね。やばいよ、めっちゃ気持ちいいよ。でも楽しみにしといた方がいいよ。でも発泡美人って浮ついてるように見えるんじゃない、恋愛相手になると。見てもう気持ちかったんだから下げていくの。気持ちいい。気持ちいい。楽しみ。早く気持ちよくなりたい。気持ちいい。これやばい、次行こう。はぁ、続いて ISTP 巨漢。巨漢本当に言うと思った。ISTP の人は頼りになりすぎる、感情に左右されない、しっかりとした意見が聞けるから相談に乗るときベストな MBTI です。うわ、ツンデレで好き。猫っぽい気まぐれ感って書いてある。うん、女の子よくね。冷たいけどたまにデレ入るのが可愛すぎる、特に男の子。へえ、うわ、沼尾じゃん。ちょっとね、沼体質。なんか猫系男子ってマジいいよね。沼いいね。 ISFP 冒険家。あ、リリー。ISFP の子は一緒にいて荒れることがない安心感があります。ISFP の子はまず共感してくれることが始まるから好きです。ISFP はいい意味で適当で雰囲気がホワホワしてるから一緒にいて気が楽。え、ほんとに？おっとりマイペースで可愛い。え、やった。一緒にいて楽、基本何でも OK なのが好き。リリーじゃん。リリーのプロフィールって感じ。全部確かに。ダメンズばっかり捕まえてて心配になるっていうのは、ね、自由奔放。結構自由はあるかも。無責任。ほんまにそう。あれ、ちょっと悪口大丈夫。ちょっと入ってる。気持ちかった。 ESFP エンターテイナー。マジで人生楽しそうで羨ましい。褒め上手なところに惚れました。ずっとテンション高いから一緒にいて楽しいです。笑顔になれる、優しくて大好き。意外と真剣に相談乗ってくれます。精神安定剤。いるだけで場が明るくなるのすごいとか、この子がいるだけで場が保つ。誰にも隔てなく優しい陽キャって感じ。あの、本当の陽キャなんじゃない。だからあのさ、よくいいんじゃん、学級委員長っぽい人でさ、ありえないぐらい陰キャにも話しかけてくれるよ。なんで私に話しかけてくれるの。そうそう、そういう系、そういう系、そういう系だね。はいはいはい、いいじゃん。いいですね。続いて ESTP 起業家。あ、私だ。あ、え、ラストじゃん。 ESTP は好奇心があって面白いし、でもちょっとセンチメンタルな部分もあって人として好き。え、嬉しい。ポジティブな人が多いし、生きてればなんとかなるフィッシュマインドの人が多い気がする。なんだかんだ面倒見がいいって書いてある。本当に明るい、前向きで可愛い、みんな太陽、ついていきたくなる。無神経だから何言っても気にしない。わかる。行動が面白いって書いてある。笑い方キモいだって。え、てる。勇気が出なくてできないことを一緒にやり遂げてくれる。 by ISFP by 私のやつ。だから私ちょっとそういう性格じゃん、うんうん、だけどそれを一緒にやり遂げてくれるんだって、この性格が。じゃあもう相性最高じゃん。確かにここまで来たのうちのおかげじゃないじゃん。ダメ。いや、何とも言えない。確かにそうすぎて。まあね、本当にありがとうなんだけど。じゃあお金返して全部。お金だる。まさかのそういう関係だったんですか。返して死ぬし、知らないよ、ね、借りてもないのに。追われる恋より追う恋。マジでね。そうなんだよね、ISTP。 そうじゃん、ユーピー。ユーピー確かにそう。あと、ポジティブ思考全開でいつも背中を押される、うん、ポジティブ。太陽だって、みんなの。嬉しい。じゃあ、うちのおかげじゃない？アップルなんて本当にさ。ちょ、アップルにさ、強くない？アップル、うちのおかげじゃない？こんな今、キラキラしてんのも。木漏れ日くれてありがとう。そうだよ。なんか、あのモチベチャンネルもほぼうちのおかげと言っても過言ではない。あの上にユーピーがいるってことね。そうだよ。で、視聴者に向かって、モチベを提供してるわけでしょ。うん、でも、あなたのモチベは、アップルからでしょ。ああ。じゃあ、元はユーピーの。いや、個人チャンネルの収益。でもまあまあまあ、そういう契約があってもおかしくないかもしれない。ちょっと一旦話し合いで、はい、決めさせていただければなと思います、ということで以上が全16種類の MBTI 別好きなところでした。楽しかった。てか全員性格良くね。楽しい。まあ好きなところしか募集してないからね。そうじゃ、悪口がいい。次はまあ偏見とか嫌いなところですね。結構私の MBTI は逆も多いと思うよ。あ、そうなんだ、うん、嫌いなところのね、うん、なんかうざいとか。ユーピーもそう。いい加減して。
今回募集させていただいたんですけども、はい、たかが MBTI、そう MBTI、これ毎回言っておきますね。それはそう、本当に、今後も多分 MBTI 企画やっていくと思うんですけど、皆さんこれだけは忘れず、たかが MBTI、されど MBTI、こちらで、テーマを掲げながらね、はい、楽しんでいきたいと思いますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いします。みんなあんま気にしないでね。そうだよじゃあみんなまたね、バイバイ。